はい、サニちゃんです。今回はシルバニアファミリーの島猫ファミリーを開封します。はい、ということで島猫ファミリーなんですけれども、こちらですね、2000年に発売になったものです。家族個性ですね、お父さんお母さん男の子女の子と、あと赤ちゃんですね、双子の赤ちゃんもね発売はされてたと思います。はい、こんな感じです。で今現在ですね、販売されている島猫ファミリーなんですけど、それはですね、調べてみたら2014年に発売になって、でまあ、パッケージは変わりながらも、ね、まあ、現在も販売されているというね、ちょっと結構ロングランなファミリーかなとは思いますね。で、2000年ですね、この島猫ファミリーが発売になった年、他に何が販売になったかなと思ったんですけど、森のキッチンですとか、森の幼稚園、ね、なんかが同じ年、2000年に発売されているようです。あら。猫さん来ちゃった。でお箱ですね。はい、こんな感じ。2000年の最初の頃はこのピンク色のねパッケージでした。はい、こんな感じですね。横はねちょっとこういうお花とかも入ってたりしてね、こんな感じでしたよ。で当時の定価書いてますね、848円。これおそらく、まあ、近所のねおもちゃ屋さんで買ったんですね、おそらくね。でこんな感じになっていますということです。猫さん、はい、ご挨拶してください。こんにちは。では開封します。こうやってねお箱の外にね出してみると、またちょっとね印象が変わるかなって思うんですけれども、でやっぱりちょっと模様がね今の柴猫さんとは少し違うんですよね。特にこういう頭のこの3本のねラインっていうんですかね、この先がね今の子たちちょっと分かれてたりすると思うので、ね、そういったところはちょっと違うかなって思います。お父さんです。つぶらな瞳って感じですね。最近のあれですかね、シルバニアの傾向として目がすごく大きくなってると思うんですけども、でこの頃はまだちょっと少しまだ今ほど大きくはない感じですかね。島猫のお父さんは森の学校の先生なんですって。一緒にね入ってるこの森のお話っていうのがあるんですけど、島猫先生かっこいいっていうお話がありました。そう、体育の先生ですね、島猫のお父さんは。お母さん、この花柄のねワンピースがすごく可愛らしいですよ。これチューリップの柄ですね。エプロンが縫い付けてあるタイプですね。本当の初期の頃ってエプロンをねリボンでこう後ろで結ぶタイプだったんですけど、あれってね、おそらくちっちゃい子って結び直せなかったと思うんですよね。それで改良されたのかなって気はしますね、この縫い付けてある。可愛らしいですね、チューリップのワンピース。で、島猫のお母さんは幼稚園の先生なんですって。森のお話ついてました。タイトルね、先生と一緒っていうタイトル。ね、お父さん学校の先生で、お母さんは保育園の先生っていうことなんですね。男の子ね、すごく可愛いんです。このサーモンピンク、オレンジ、どっちだろうね。サーモンピンクみたいなのと白のチェックの生地ですね。で、ボタンがこのなんか水色っぽい感じの。ね、すごいおしゃれさんです。ね、すごい可愛らしいお洋服着てますね。この当時は男の子と女の子とか、あんまりね、お父さんもお母さんも違いがなかったですよね。大きさが違うぐらいで、ね、耳の中の色が男の子と女の子で違うとか、そういった違いは全くない頃のお人形ですね。はい、女の子です。で、女の子どうですかね。女の子もね、花柄ですね、スカート、うん、でお母さんとはちょっとね、花の種類が違うみたいですけどね、うん、こんな感じで赤っぽい花がついてて、それに合わせてボタンも赤っていう感じですね。で、花の頭もね、あれですね、島猫さんって、ね、ちょっと茶色いのついてるんですね。この島と同じ色の、ね。で、なんか耳の中がピンク色っていう感じですかね、うっすら。うん、赤ちゃんです。ね、赤ちゃんどうですかね。昔の赤ちゃん、まあ、2000年発売の赤ちゃんなんで、このお洋服ですね。お洋服の、まあ、デザインとかちょっと違いますよね。こちら今のね島猫の赤ちゃんです。
新しい島猫の赤ちゃんの方がこう島がねはっきりくっきりしてますよね。あと着ているこれねロンパスの布地とかデザインがちょっと違いますね。ほぼほぼ大きさは一緒だと思うんですけれど、2000年の島猫さんの方がこのお口の周りのねこの白いモフモフがはっきりしてますね。今の島猫さんはねほんとうっすらなんですよねこれ、うん、はい脱がせてみました。どうですかね、あんまりねお父さんもお母さんもあんまり変わりはなかったですね。体の大きさも特に違いはなく模様もね、うん、違いはない感じですね、うん、なんか身体測定ですよこれね。後ろ姿ねすごく可愛いですよね。なんかやっぱ尻尾がねあるとないとじゃ全然やっぱり違うと思いますよね。同じねフロッキー素材でねできてるというか包まれてるんでしょうねきっとこれねビニールかなんかが、うん、なんかすごく可愛いですこれ。で初期のあのネズミさんちょっとうちにいるんですけどこれねほんと古いんでこれあのほんとビニールそのままなんですよ。でもちょっと固まっちゃってるんです古いのでね。でこれがちょっと進化してこのフロッキー素材の尻尾になるっていうのはねちょっとした進化だったかなと思います。はい、ということで今回はシルバニアファミリーの旧島猫ファミリーをご紹介しましたね。いかがでしたでしょうか。で、あの島猫ファミリーもねあのこれから先ねまたどうなるかわかんないですけど、あら、行きますか。はい、さようなら。今現在の島猫ファミリーも2014年からなのでもう結構ね長いこと発売されてるかと思うんですよ。今年ねあの黒猫のねあの星空猫ファミリーでしたっけ、ね、もう発売になったので、他にもペルシャ猫さんとかもいるしシルク猫さんとかもいるので、もしかしたらね島猫さん亡くなっていっちゃうのかなっていう気もねしないでもないですよね。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。サニちゃんでした。バイバイ。